附属浜松です。小学校は水泳で、中学校はテニス部です。まあなんかこういう部活があるのもそうですし、なんか部活の方が広くて、なんか学校生活が楽しくなるかなって思ったので入りました。きっかけは、コロナの時に、学校がしばらく休みになってたので、なんか友達と、まあ、結構時間空いてるんで、なんかやることないかなっていうので触り始めました。 e スポーツ部っていうのを今まで聞いたことなかったんですけど、しっかりした雰囲気じゃないっていうと悪いですけど、そのギスギスしてるわけでもなく、なんかお互いにアドバイスしたりして、なんかやっぱゲームとかも人と、e スポーツですけど、人とやるとやっぱ楽しいですし、なんかお互いに普通のスポーツみたいに高め合うことができるので、入ってよかったなと思います。なんか5対5のゲームなんですけど、その学校でやるからには、そのただ対戦して勝つんだけじゃなくて、そのお互いに声をかけ合って、その仲間と仲間でそのチームプレイっていうのを意識して、その意識的に声出したりっていうのはしてますね。もともとそのやってた時は、その一応友達とやったりしてたんですけど、やっぱりその時間帯が合わなかったり、そのまあ自分がその飽きてなくても他の子はちょっと飽きて、他のゲームやったりっていうと、なんかあんまりプレイする場がなくなっちゃうんですけど、やっぱその部活としてやると助け合いながらできるっていうのもちゃんと感じることができて、その普通に普段でプレイするよりも圧倒的に楽しいですし、ゲームしてるだけって思われるよりかは、そのみんなで目標を作って高め合っていくと、そのモチベーションも上がって、すごい過ごしやすくていいですね。